日本東京都大田区、中六号中六号は、東京都大田区の町名である。現行行政地名は、中六号一丁目から中六号指定目で、郵便番号は144-0055である。東部で接する第一京浜を境に、大田区東六号になる。西部で接する JR 東海道本線境に、大田区西六号になる。南部で接する多摩川を境に、 神奈川県川崎市幸区となる。北部は大田区蒲田本町に接する。町域内は住宅、中小企業、商業地が混在した町で、アパートやマンションも多く、一人暮らしの若年層の住民も目立つ。2020年1月1日の工事地価は中6号3から12から3で40万4千円、平方メートルである。平安末期天業5年。 川内源氏の源のより近、源義屋親子が、欧州追悼の兵士を募る源氏の旗を掲げ、戦勝祈願をして、欧州に向かった。江戸幕府開府の時には、六号の私が作られ、江戸入府最後の官居の私であった。参勤交代の大名も、東海道を行き来する旅人も、六号の私を見ると、江戸に着いたと実感した。歌川広重の浮世絵江戸名所百景。 八景坂鎧がかり松は、六号の私が描かれて、江戸当時の六号の様子を伺える。同じく、歌川広重の浮世絵東海道五十三時、川崎六号都市も当時の様子が描かれている。江戸から明治へ、移行時六号渡し場に、船橋が架けられて、天皇を乗せた宝蓮が、六号川を渡り、江戸に入った。 2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。南北に京急本線が通過して、町域内に増式駅、六号土手駅がある。環八通りの蒲田郵便局前交差点から、南下する三県通りは JR 蒲田駅から、 KQ バスが路線バスを運行している。ありがとうございます。